こんばんは、平井弘明です。今回はですね、皆さん、スイングの中で気にしてる動作あります？なんか嫌だな、この動き自分のスイングで嫌だなって思うところってあります？例えばダウンスイングで右膝出ちゃったり、ヘッドアップしちゃったり、ミスにつながるであろうって言われてる自分で気になってる部分ってあると思うんですよ。少なからず一つぐらいは。なんでそこの気になる部分についての解決方法というか、なんでそれが気になって、で、どういうふうに解決したらそれがうまくいくかっていう動画を撮っていきたいと思います。ミスがミスじゃなくなる動画ね。あ、そうです。魔法じゃないですか。いいよね。いいよね。いい。絶対皆さん知りたいと思うんですよ。平井弘明のワンナップゴルフ。ちなみに、私、平井のスイングで気になるところっていうのは、僕のスイングは、こうやってちょっと波打つんですよ、こうやって。ほんの少し。波打つし、インパクトで猫背になるし、頭下がるし、結構あるな。他にもあるんですけど、でも、ショットなんかでは、そういうのが出たとしても、ナイスショットを打てる自信はあるんですよ。で、その理由が、今回のその動画のお題なんですけども、故意にやってるからなんですよ。それは、自分の癖をまず知って、その知って、知った癖を自分からもう一回わざとやってるんで、そのミスショットに繋がらないっていうことなんですよ。要は故意にやってるんですよね、自分で。例えば波打つにしても、自分でリズム取りながらこうやって打ってるんで、波打つこと自体は自分としては思った通りに動けてるんで、ミスの動きではなくなるということなんですよね。それって全部動きとして当てはまるんですよ。右膝が出るにしても、自分から右膝を出そうとすると出した動きに対してタイミングを合わせるようになるんで、ミスショットは出ないんですよ。でも出ないようにして出るんで、ミスな動きになってしまうっていうことなんですよね。なんで全ての気になる動作っていうのを故意にしてあげると、意外とミスショットって減ってくるんですよ。それは自分の動こうとした動きをちゃんとやるっていうことなんですよね。全てにおいて自分の意思の通りに動いて、その動きをちゃんとやってあげられるとミスショットに繋がらないんですっていうことがどうしても言いたかったんですよね。これはね、本当に経験上からしても思います。例えばオーバースイングが気になる方は、ちゃんとオーバースイングをして、オーバースイングをしてるという時間でインパクトをちゃんと迎えてあげられると、そのオーバースイングが振り遅れにつながらなくて、ちゃんと戻せるようになってくるんですよ。それをね、練習場でちょっと試しにやっていただくと本当に変わると思います。オーバースイングが原因でミスが出てる方って、多分オーバースイングが嫌なんで浅くしようとして、でもオーバースイングになっちゃって、インパクトの時間がずれて、インパクトがちゃんとできなくてミスショット打ってるだと思うんですよ。なので、ちゃんとしたオーバースイングをしてあげることっていうのが大事になってくると思うんですよね。今言ったことの同じようなネタで、例えばスライスに悩んでる方だったら、例えば今一球ってすごい嫌なスライスが出ましたって言ったら、その今出たスライスと全く同じ球をもう一回自分からちゃんと打つっていう練習をしてみてください。多分すごい結果になると思います。それは打ってからのお楽しみなんで、あと、ダフリ、シャンクも一緒なんですけど、ダフリとシャンクを自分から完璧に出してみる。練習をしてみてください。めちゃくちゃ面白い結果になりますから。これはね、ちょっとやっていただきたいですね。例えば本当に無意識で打った時に出たものを同じ球をもう一回打つ練習ですよ。それを完璧に同じコピーをする。その練習はね、すごいいい練習です。なんで、その動きっていうのを同じ球が出なかったら、その動きを知らないっていうことなんですよ。で、知ってる、スライスの原因が知ってる方は、その球って絶対出せるんですけど、出せない方はその動きを知らないっていうことなんで、ただ打ってるだけっていう感じなんですよね。だから同じ球をちょっと練習場で打ってみてください。気になる嫌な球ですね。これ結構あるなぁ。他には、例えば。右脇をこうやってダウンスイングで開けようとしてる方が閉めちゃう。で、閉めるのが嫌だよって言ってる方っていうのが、自分で閉めてちゃんと打ってあげられると、ドローは出ちゃうけど、ミスな変な球っていうのは出ない。あとは、左肘引くね。俺多分動画で前やったよね。ミスと言われる動きをわざと入れてみたっていう。だからあれと一緒で、全部自分からやってあげられると、あんまりミスじゃなくなるんで。左肘をこうやって引いちゃう人なんかは、ちゃんと左肘を引いてインパクトを迎えてあげる意識があるだけで全然違う。じゃなかったら多分今平周吾選手なんか多分優勝してない。あ、そう。あ、こうやって打つから。全部？全部。あ、そういう、ま、曲がってる。インパクトの写真検索で出てくると思うけど、うん、インパクトでね、こうやって曲がってる。ジョーダンスピースも曲がってる。あ、そうなんだ。そう。じゃあ別にいいんだね。全然大丈夫。全然大丈夫。それも自分の動きを理解してるかどうか。2003年って21年前。
19年。20ぐらいの時だね。そうだね、うん。その時のインパクトの写真なんですよ、これ。こんなに肘伸ばす必要もなくて、こんだけインパクトで右肘も伸ばす必要ないんですよ。これ腰切りすぎ。もうこれは薄い球しか出ない。形的には決していい形ではない。これうまく写真撮ってくださってんだけど、こんな左足我慢できてなくて、ツータックっていうのも良くないね。やっぱね、あーちょっと昔だったなー。で、グリップがね、ゴルフプライドの V2000 っていうもうね、今売ってないこのグリップ大好きだったの。それ関係ないか。関係ない。うん。このグリップ大好きでね、この時に今平選手っていうのは、左肘がちょっと曲がってて、まあ右肘も多少曲がってるんだけど、だそういう風に故意にやってあげることってすごい大事だから、やろうとしてることと反対をやることが良くないだけで、だから本当ね、ゴルフのスイングで、絶対この動きはダメってあんまりなくて、意思と逆、っていう方がダメなだけで、故意にやってあげるとね、結構うまくいっちゃうんだよね。だから、海外選手だったり、ゴルフ場のドンみたいな方って言うじゃない、うん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 、日本でも。いやー、あの人ね、本当に球上がんないんだけど、めっちゃゴルフ上手いんだよねとかって、うん、泥臭いゴルフするとかって、そういう方って多分そういう自分の動きを知ってて、わざと自分からやってんだよね。そういう動きがあった方がいい。うん、でも、自分の動きと理想があって、で、うん、そのギャップが生まれちゃうと、うん、その動きをやってるのにいい結果が出ないっていうことがもう平気で起こるから、うん、それはね注意点だね。じゃあ動き一緒でも考え方変えるだけで良、うん、くなるかもしれないよね。あーいいそれだね。いや本当にね、うん、考え方ってめちゃくちゃ大事で、ゴルフ以外にもねそうだと思うけど、自分が考えてることって結構塊っていうかさ、決めつけが多かったりするんだよね。でも意外とゴルフ以外にもそんなことなくて、そうなんだっていう意外なところに答えが隠れてたりするじゃない？だそういうのをね、見つけてもらった方がいいよね。ずるくてせこい考えがあった方が俺はいいと思う。じゃあこういうことなんじゃないのっていうのがあると、すげえ俺はいい、伸びそうだなって感じするけどね。だからそういうなんか自分の説明書を完璧に説明できる方がいいよね、スイングは、ね、今回の動画はですね、その故意に気になる動きをやってあげると結果っていうのは変わってきますよっていう動画をですね、ちょっと撮りたくて撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。